立浪和義さんの通算成績が理解不能なんだが W。通算2586試合、8716打数、2480安打、171本塁打、1037打点、打率、285。キャリアハイの微妙さに対して最も通算成績が良い選手ちゃうか。内野でこれなら別にしょぼくない。本当にすごいのは四球数やぞ。ヒット数ほぼ2500本で通算打率285やし悪くないやろ。普通に優秀やん。それに近いの安定して出してたしな。二塁打多いし、なごどじゃなかったら20本打てたやろ。得点圏打率が異常に高いんやっけ。あと出塁率、見た目以上に嫌な選手やろ。地味に生涯中日の理由がわからんわ。立浪、ショートのイメージやが実際は数年しか守ってない。動画を作成する活力になりますので、チャンネル登録していただけると震えます。